大原ゆい子です。大原ゆい子のチルアウトラジオ、今週も始まりました。第70回目の放送です。70回もやってるんですね。ということで、今日4月2日は明治5年に日本初の公立図書館が開館した日なんだそうです。どこの図書館ですかね。大原さんは図書館利用していましたか。学生の時、覚えてるのは、でも小学生の時とかも行ってたと思うんですけど、あんまり実は記憶になくて、一番覚えてるのは専門学生の時に政子図書館、近くにあった政子図書館によく行ってましたね。なんでかわかんないですけど、専門学生の時が一番図書館に行ってました。大好きでね、政子図書館が。はい。図書館によっては本だけではなく映画や音楽を見ることできますよね、ということで。そうそう、で CD も借りてました、私。政子図書館でね、行きたいな、久しぶりに。学生時代は図書館で勉強したりしている人も多かったですよね。大原さんは勉強するとき静かなところで勉強する派でしたか、それとも静かすぎると集中できない派でしたか、ってことなんですけども、行ってましたね。自習室ありましたね、図書館で。でもあの空気がちょっとね、ダメすぎてね、何回も挫折しましたね。なんで、またなんで私ここ来たんだろうと思って、すぐ帰った記憶があります、全部。はい。でも勉強した記憶ないので、静かだろうがうるさかろうが勉強してた記憶がないですね。した記憶がない、勉強した記憶が全然ないんですよ、実は。どういうことだかわかんないんですけど、してなかったんだと思うんですよねいや、覚えてないんですよ。でこの間久しぶりに思考の生理学っていうとても好きな本があるんですけど、そう、実家で読んでた本で、今手元になかったんで買い直して読んだんですけど、私の好きな自分に必要ないと思った記憶は全部忘れる、ちょっと言い方違うんですけど、ノートとかを書くと記憶するじゃないですか、紙に書くとね。紙に書くと人は記憶したりとか覚えようってなるんですけど、どうしても覚えられない。あとはなぜか知らないけど、すごい書かなくても覚えようと思わなくても覚えてる。だから記憶はその自分が必要なことだけはなんか覚えているみたいなね、一節があって、それがすごい好きでめちゃくちゃ覚えてるんですけど、多分ではなく、確かなことは、私の勉強した記憶がないっていうのは自分にとって必要のないものだっていうふうに脳が判断してなくしてるんだなっていうふうに思いますね。っていう記憶だけ覚えてるっていうこと自体 おかしいので、はい、そうだと思いますちょっと話脱線してしまいましたが、音楽を聴きながら勉強すると集中できるという人もいますよね。いますよね。ラジオ聴いたりとか、いや素敵だと思うんですよね。私絶対に無理だって思いますけど、私はね、私はすごい無理だな。なんか歌詞聴いちゃうから無理なんですよね。歌詞を聴かない音楽でも結構、でもクラシックとかだったらいけるのかな。いや無理だな、なんかそっちに集中しちゃうから。すごい、逆にすごい、音楽聴いてて音楽の方に集中しないで勉強できるっていうのがすごいなって思いますね。はい。大人になってから久しぶりに図書館を利用するのもいいですよね。確かに行ってみたい。なんか図書館とか結構今 SNS でね、いろんなこういう図書館あるよっていう紹介とか見たりするので、ちょっと行ってみたいなっていうところはいくつかありますね。なんか近所にすごい素敵な図書館とかがあったらきっと行くんだろうなと思うので、ね、国の偉い人はとても素敵な図書館をたくさん作ってくれること、はい、私は期待しております。よろしくお願いします。ということで、今週も大原ゆい子のチルアウトラジオとともに、あなたと寝る前の時間を一緒にまったり過ごしましょう。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはyuichiru.radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認ください。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合は、ハッシュタグゆいちるをつけてツイートしてください。それでは今日もまったりお聞きください。
ゆいちる。大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる。さて、ここで皆さんに募集したメールテーマ、好きな絵本、児童書を紹介させていただきます。おー、たまたまですけど、なんかリンクしてるテーマですね。はい、ということで皆さんに聞いていたんですけども、私は絵本、児童書、まあ絵本かな、絵本をね、母がねたくさん読んでくれていたので、今でも大好きですね。なんかね、好きな本も結構偏りがあって、絵が細かく書いてある本がすごく好きでしたね、子供の頃。読んでもらう時はあんまり絵のこと気にしてなかったんですけど、目つむってたりとかしてたので。自分一人で読む時に好きだったのは、本当に絵が細かくびっしり書いてる、びっしりっていうかね、なんかちょっとしたところにもなんかこう、あ、こんなポイントがあるんだみたいな絵本が好きでした。寒がり屋のサンタとか、まあ有名な絵本ですけど、あとだるまちゃんと天狗ちゃんとか、あと知ってる方いるかな、14匹の寒い冬っていう、あの14匹シリーズのね、ネズミさんの話なんですけども、ちょっとこう細かい、あ、なんか一つずつの小物の絵にもこうちょっとこうこだわってるというか、絵が細かいそう作品が好きでした。あと林家紀子さん、まあ有名ですけど、林家紀子さんと筒井頼子さんの作られた絵本が結構好きでしたね。お出かけの前にとか、母が多分好きだったので、うちにいっぱいあったんですけど、あの林家紀子さんの絵もものすごく好きで、これは筒井頼子さんと林家紀子さんじゃないんですけども、林家紀子さんが絵を描いてる今日は何の日っていう話がとっても好きでした。知ってる方いますかね。大人になってもあの話を思い出して、いつかこういうことしたいなぁなんていうふうに思います。なんかこう絵本に出てくるいたずら心みたいな、ちょっとこうサプライズな演出、まあサプライズっていうのはまあ最近の言葉ですけど、サプライズ的な要素を含んでるね、なんかちょっとハッピーになれるような絵本も結構好きでしたね。大人になってからもたまに思い出して、あの実家にいる時は読んだりとかしてましたけど、そうですね、今は絵本が手元にそんなないので、たまにね恋しくなります。それでこそ図書館行って借りたいなと思いますけども、ちなみに今日は童話作家アンデルセンの誕生日で、あ、そうなんだ、国際子供の本の日とされるそうです。アンデルセンの作品というと、町売りの少女、醜いアヒルの子、人魚姫などだそうです。そして週刊朝日とサンデー毎日が同時に発刊されたことから週刊誌の日なんだそうです。すごいですね。4月2日は本に関する記念日が多いです。なんか すごい。そうなんだ。なんかたまたま、そう、私が募集したいメールテーマ、何にしようかなと思った時に、そう、久しぶりに児童書を思い出して、あ、このテーマにしようと思ったので、ほんとたまたまなんですけども、そうなんだ。アンデルセンの絵本もね、読んでましたね、子供の頃。あのアンデルセン童話セットみたいなの読んでましたね。で、大人になった時っていう言い方おかしいですけど、絵本とかを読まなくなってから、あの絵のない絵本っていうアンデルセンの本とか読みましたね。アンデルセンはかなり、好きですね、アンデルセン童話は。はい、あの船橋はデンマークと姉妹都市なのでね、アンデルセン公園とかありますけど、私はね行った記憶全くないので、はい、ちょっといつか行ってみたいなと思っております。ちょっと話が脱線してしまいましたが、皆さんからいただいたメールテーマも紹介していただきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネームオブジェさんからいただきました。ありがとうございます。メール初投稿です。ありがとうございます。
僕の好きな絵本は翻訳できない世界の言葉という絵本です。タイトルの通り世界各地の翻訳できない言葉が優しい絵と一緒に紹介されています。その中には木漏れ日やわびさびなどの日本語も翻訳ができなくてもその感覚やニュアンスは不思議と理解できたり反対にまだ知らない感情もあることが分かったりいろんな言葉に疲れてしまう世の中で言葉ってこんなに素敵で柔らかいものだったなぁと優しい気持ちになれる大人の絵本ですといただいております。あ、王子さん、私もこの本大好きです。いや、このそう翻訳できない世界の言葉っていう絵本を紹介してる、なんだったかな、テレビかなんかでね、見たんです、私。で、そう、それで気になって読んで、木漏れ日っていう言葉、もともと響きもすごく好きな言葉だったんですけど、その翻訳できない言葉だったんだ。そっか、世界に、まあ、もしかしたら何かあるかもしれないけれども、木漏れ日っていう言葉は日本にしかないんだなって思ったらちょっとね、この言葉大好きだなって思った記憶があります。この本は本当に素敵なのでね、たくさんの方きっと、まあ、読んでる方も多いかなと思うんですけども、本当読んでほしいですよね。いや、大内さん初投稿ですごい嬉しい、お便りをありがとうございます。木漏れ日っていいですよね、響きが。なんか木漏れ日って聞くだけで、あのこう優しいほわほわっていうこう木が揺れる感じとか、日本語に表すのも難しいですけど、そう、木漏れ日を感じますよね。うん、語彙力が欲しくなるな。いや、でも本当素敵な絵本なので、これでぜひ読んでほしいですよね。ありがとうございます。いやー、ちょっと話したいですね、オブジェさんと。じゃあ次、ラジオネーム四三式なんたらかんたらさんからいただきました。ありがとうございます。私が好きなのはリチャード・スキャリーの絵本シリーズです。スキャリーおじさんの絵本シリーズとも言います。うん、キャラクターに愛嬌があり躍動感があり色彩もカラフルで賑やか、子供の頃とても好きな絵本でしたといただきました。私実は知らなかったので先ほど検索してみたんですけども、とっても言っていた通り愛嬌がある作品で、私さっきもお話ししたんですけど、細かい絵の絵本が好きだったんですけども、この本をちょっとこう開いて写してるページがあって、かなりね細かく描かれてるので、今すぐにでも読みたいぐらい結構好きな絵本ですね。こういうのって子供の頃見ると、絵を見るために開きたくなるなって思いますね。もちろんお話もきっと面白いんだろうなと思うんですけど、絵本のいいところは絵があるので、そこからもね、あ、この後どうしたんだろうとか、これは触ったらどんな、なんかふわふわ感なんだろうなとか、ね、帽子だったらかぶったらどんな感じになるんだろうとかね、そういう想像がかきたてられるのでいいんですよね。ね、色も本当可愛くて、どこの国の絵本なんですかね。これちょっと欲しいな、このシリーズで。ちょっと欲しい絵本コーナーに、コーナーじゃない、欲しい絵本としてブックマークしておこうかな。いろんな種類がある。これは読みたくなりますね。どこの国なんだろう。ああ、アメリカの絵本なんですね。そうなんだ。ちょっと、今図書館に行きたい気持ちが抑えられなくなるぐらい、ちょっと読みたくなりましたね。ありがとうございます。かわいい。じゃあちょっとこちらも押さえつつ、もう一つ、ラジオネームミーコリーからいただきました。ありがとうございます。初めて自分で選んで図書カードで買った本がフェアリーレルム1金のブレスレットという児童書で、すごく思い入れのある本です。完全にジャケ買いだった記憶がありますが、表紙のデザインが可愛かったり手触りがサラサラしていたのを覚えています。お話はおばあちゃんのために主人公の女の子が妖精の世界を
冒険するお話なのですが、こっちの世界と妖精の世界を行き来したり、可愛いブレスレットが世界の鍵となっていたりと、めちゃくちゃハマって何度も読み返していましたといただいております。こちらも検索したんですけども、可愛い。これはね、ジャケット買いする子はおしゃれさんですよすっごく素敵で、こういう想定の本とかね、絵本って欲しくなりますよね、ジャケ買い。いや、わかるなあ。と今ね、ここで触れないのが残念なんですけども、質感をちょっと知りたいですね。本とか、まあ、絵本もそうなんですけど、ボコボコしてたり、あとサラサラしてたり、紙質にもよって違うと思うんですけども、本のサラサラ感が好きなんだよなっていうのはあったりしますもんね。一体どんなサラサラ感なんだろう、ちょっと気になる。あと絵本で挿絵が可愛い絵本とかって読んでて、あ、いつか来るこの挿絵のページまだかなみたいな、次の絵を見ないようにね、先にめくらないようにこう楽しみにね待ってたりとかした記憶ありますね。フェアリーレルム、ちょっとこれはいいですね。これもちょっと図書館に行って借りたいな。やっぱ女の子が選ぶものは可愛いな。こういう児童書を読んでたかな、私コメットさんとか読んだ記憶はありますね。コメットさんでしたっけ、名前もちょっと曖昧になっちゃってる。いや、コメットさんじゃないな、なんだっけコメットさんって検索したら全然違うの出てきた。あれあれ、今コメットさんじゃなくて児童書さんで検索したら困ったさんって出てきて、これだって思って、そう、困ったさんシリーズだ懐かしい。あ、こんな表紙でしたね。そう、なんかこういうちょっと女の子っぽいのもたまに読んでましたけど、懐かしい。解決ゾロリとかの方がでもなんか覚えてたりしますねうわー、読みたいな、久しぶりに。じゃあちょっとフェアリーレルムも頭の中に入れて、なんかにメモっときますね、どちらも。じゃあ次、ラジオネームローガンさんからいただきました、ありがとうございます。パパ、お月様とってという絵本が好きでした。娘にお月様を取ってと頼まれたお父さんが、とても長いはしごを伸ばして月を取りに行くというお話です。絵本の中では絵本のページをまたいではしごが書かれていたり、折りたたまれたページを開いてみると満月がバーンと広がったりと、子供ながらにその広大さにワクワクした感覚を今でも覚えています。そしてどの絵本に共通することなのですが、絵本の多くは優しさや温かさが詰まっていると思います。尊いに近しい感情のような気がしますが、大人になって母や祖母に読み聞かせてもらっていたことを思い出してほっこりしたりと、いろいろな温かい感情に包まれる瞬間が好きですといただきました。いや、この今のね、メールのお便りを読んで、なんかその気持ちが伝わってきて、私もすごくほっこりしました。パパお月様とっては私も昔大好きな絵本で、開くのはいいんですけど、なんか畳む時になんかうまく畳めなかった記憶がありますね。でもお月様の目をすごく子供の頃怖いなって思ってたんですけど、大人になってたまに月を見上げると、お月様とっての表紙の月みたいな時があって、あ、なんか懐かしいなと思って、昔怖いって思ってたんですけど、今はなんかあの時のことを思い出したりしてね、本当にそのお母さんとかお父さんがこう物語を夜寝る時に聞かせてくれたなっていうことをね、すごい思い出したりしますね。わかるな。なんか絵本読んでもらった記憶もね、すごい覚えてますし、あと父がね、なんか私すぐなんかお話ししてっていう子供だったんですけど、なんか昔々そのまた昔のことなので忘れてしまいましたみたいなねことをよく言われたりとか、なんか青い血っていうお話をじゃあするねって言って、何々って言って
あーおいちとか言ってね言われた記憶とかありますね。はい、まあ母はね結構絵本読んでくれたりとか昔話してくれてる途中でなんかちょっとなんか声聞こえなくなったなみたいな時があった記憶がありますね。あれは一緒に多分寝てしまったんだろうなっていう時がありましたね。懐かしい。なんかそういうこと思い出すと昔のことってそんなに覚えてなくてもその時の情景とか思い出したりしますよね。なんかローガンさんのお便りでなんか忘れてたことをちょっと思い出したような気がします。いやお月様とっていいですよね。ぜひこれからの生まれてくる子供たちにも読んでほしい本ですね。はい、ありがとうございます。そして最後に、ラジオネームペラタナスさんからいただきました。ありがとうございます。私の好きな絵本はバムとケロシリーズです。何の生き物かよくわからないバムとカエルのケロが一緒に日常を過ごすほのぼのしたお話です。色彩豊かなのに目に優しい絵柄が印象的で小さい頃は何度も母親に読み聞かせをお願いした記憶があります。バムは一体何の生き物なのかは今も疑問ですといただきました。うん、これも読んだことなかったんですよ。からねさっき検索したらね本当私このバム見てこれ犬じゃないのって思っちゃったんですけどこれ何の生き物かわからないんですね。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ可愛い。バムもケロも可愛い。ケロすごいなんか一度見たら忘れないようなね顔してますけど、あ、でもなんかね本屋で見たのかな、読んだことはないですけど、うん、どっかで見たことある気はしますね。うん、読んでみたいな。すごい色彩豊かでってプラタナスさんが言ってたみたいに色味の使い方がとってもおしゃれでほっこり、なんて言ったらいいんだろう、あんまり日本で見ないような色味かなと思うんですよね。ちょっと暗めに見えるトーンが多い。あんまりこうパーンって明るかったりとかパステル色っていうよりはちょっとこう暗めなカラーで色が鮮やかなので本当目に優しい感じがしますね。飾っていてもすごい映えそうな、こう一枚の絵としてね素敵だなと思います。読んでみたい。なんかこのバムは犬だと思ってた。ダメですね、そういう固定概念を持たずにやっぱり読むっていうのが絵本の醍醐味だと思うのでね、はい、ちょっと読んでみたいな。内容が気になる。バムの性格とケロの性格はどんなものなんだろうね。皆さんからいただいたこのメッセージとともに早く図書館に行ってみようかなと思います。そうだな、ちょっと近所の図書館にいたことないのでちょっと行ってみたいなと思います。ということで他にも皆さんメールありがとうございました。なんかね一冊本読んで寝ようかなっていう気持ちになってくるようなお話でした。ありがとうございました。そこで、ここでは皆さんに募集したいメールテーマを発表したいと思います。ででん、この春から始めたいことで募集します。皆さんがこの春から始めたいことをぜひ教えてください。なんかありますかね。ぜひ皆さんからのメールお待ちしています。さて続いてのコーナーは大原ゆい子のハマっているものやおすすめしたいものを紹介するゆいこれです。今回紹介させていただくのは箱庭タウンズです。はい、こちら今聞いてなんだって思う方が大半かなと思うんですけども、知ってる方いるのかな。ちょっと私は知名度がわからないんですけど、この箱庭タウンズっていうのは私はでスマホでやっているゲームになります。でこれってスマホ以外でもちょっとゲームがあるのかわからないんですけど、だいぶ前から、前にもねなんか箱庭タウンズやってるっていう話したかな、なんか知ったような気がするんですけど、結構昔からやってて、
で しばらくずっと置きっぱなしだったんですよ。なんか一旦こうね時間が解けるからやめようと思ってやってなかったんですけど、久しぶりにこうちょっと移動中に暇だったからアップデートなんて言うんだろう、そうもう一回こう取り直してやってるんですけど、もうねすごく楽しいです。はい、さっきも絵本のお話の中でも言ってたんですけど、細かいものが昔からすごい好きで、細かい絵、まあ、なんか本当に細かいものが好きなんですよ。あと なんか家とか建築物とかをになんか家具を置いたりするゲーム、とにかく細かく自分でカスタマイズしていくものが好きで、そうこの箱庭タウンズっていうのは自分の街を作るんですよ、一から。いろんな人が引っ越してきたりとか、いろんな建物を建てたりとか道を作ったりとかして、どん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 街を発展させていく、ただそれだけのゲームなんですけど、もう本当にやってる人は時間が解けるんですよ、突き詰めてやると。で地下とか住み心地みたいなののなんかランクとかもあって、こう地下のなんだろう、金額1億円相当の地下がありますとか、いろいろあるんですよ。そのもうやってもらいたいなやってもらいたいですね。でどん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 地下を上げて、その地下でバトルをするんです。他の町の映画館対なんかまあなんか いろんな種類の建物とバトルするみたいな、まあ、建物バトルみたいなのがあるんですけど、そうで住民も今私住民がね171人いて、そう一人ずつにねこう名前を付けられるんですけど、ね、もうなんかね名前覚えられないから結構知り合いの名前をねだいぶつけて、171人もいたらもう分かんなくなるぐらい人がいて、まあ、芸能人の名前つけたりとか、まあ、親戚の名前つけたりとか勝手にやってますね。でもみんなのことを幸せにするためにこうなるべくいいお給料の職業に就かせたりとか、そういうことするゲームなんですけど、いやめちゃくちゃ頑張ってますね。なんか神様になったような感じのゲームですね。はい、ってことでそれにすごいハマってます。久しぶりにやったらね、はい、ハマってしまいました。ってことでぜひ皆さんも箱庭タウンズで私と一緒に対戦してもらえたらなと思います。よろしくお願いします。ということで皆さんのハマっているものなどもぜひメールハッシュタグで教えてください。あ、この音が鳴ったということで、ここからは大原ゆい子が弾き語りをするコーナー、ゆい子守歌です。大原ゆい子が演奏したい曲、そして皆さんからのリクエスト曲にもお答えしていこうと思います。今回私が演奏したい曲はリクエストをいただいております。ラジオネームアンドリューさんからリクエストをいただきました。ありがとうございます。光源氏の勇気 100% をリクエストします。輪になって踊ろうとともに、みんなでどーもくんでも歌われていて、ジャニーズの皆さんが大切に歌われてきた光源氏の勇気 100% をゆいこりんの素敵な弾き語りで聞きたいですといただきました。ありがとうございます。アニメ忍たま乱太郎のオープニングテーマですよね。いや本当に昔ね忍たまね大好きでね、よく見ていた子だったので、まあ NHK のね歌のお姉さんの仕事で歌わせていただけてありがたいなと思っております。うん、昔じゃんけんに負けて忍たま乱太郎の劇でおしげちゃんの役をやっていた、あの頃には想像できなかったようなお仕事をさせてもらってますので、ありがたいなと思います。そしてこの曲は去年吹奏楽の皆さんとも一緒に、ヤマハのね吹奏楽団の皆さんともやらせていただきました。まあ、キーの関係上ねちょっといつもよりもね結構低いキーで、勇気 100% を歌っていたので、今回はちょっと自分の歌いやすいキーで歌いたいと思います。それでは聴いてください。勇気 100%。どうしたんだい太陽を見て
お送りしたのは勇気 100% でした。リクエストありがとうございました。こちらのコーナーでは皆さんからのリクエストもお待ちしています。曲名とアーティスト名を書いてぜひメールで送ってください。曲に関する思い出なども書いていただけると嬉しいです。皆さんからのリクエストお待ちしています。大原ゆい子のチルアウトラジオ、そろそろお別れの時間となりました。最後に大原ゆい子からのお知らせです。テレビアニメからかい上手の高木さん第3期オープニングテーマまっすぐは現在各種配信サイトで配信されていますので、ぜひたくさん聴いてください。アニメの方も配信されておりますので、そちらでもぜひ見てみてください。そして劇場版からかい上手の高木さんは6月10日に公開です。とっても楽しみです。と4月9日土曜日、羽田ティアットスカイホールにて開催されるユリパユリカプレゼンツライブパーティーボリューム1アコースティックセッションに出演させていただきます。来週ですね、楽しみです。そしてテレビアニメ無職転生異世界行ったら本気出すテーマソングコレクションは発売中です。ぜひお手に取ってください。とみんなでどーもくんは4月から毎月第1土曜日お昼12時から E テレにて放送です。4月は9日からかなだと思いますね。よろしくお願いします。で第1日曜日の朝7時半からも再放送されますので、土日とぜひ見てみてください。そして大原ゆい子の好きな四字熟語は、日進月歩かな。はい、なんか他にもあった気がしましたが忘れちゃったということで、日進月歩です。など個人的な告知などはすべて大原ゆい子の公式ホームページ、ツイッター、インスタグラムを見てみてください。いずれも大原ゆい子で検索してみてください。そして番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはゆいちる.radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認ください。ぜひ、普通おたもお待ちしております。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合はハッシュタグゆいちるをつけてツイートしてください。そしてこの番組はアーカイブとして過去の配信も残っておりますので、皆さんのお好きな時間にお好きな回をお好きなだけお聞きいただけます。ぜひ何回でも聞いてください。それでは大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる、また来週お会いしましょう。ここまでのお相手は大原ゆい子でした。バイバーイ。